皆さん、ソラカラちゃんに拍手。皆さん、ご当地キャラフェスティバル in 隅田楽しんでますか？これからは東京スカイツリー公式キャラクターのみんなと楽しみたいと思います。まずはキャラクターの紹介から。最初はとんがり帽子からやってきた元気な女の子、ソラカラちゃん。ソラカラちゃんの夢は東京スカイツリーで世界中の人と出会うことなんです。そして次はちょっとミーハーでおしゃれ大好きな女の子、てっぺんぺん。てっぺんぺんの宝物はたくさん集めているハイヒールなんです。そして最後は下町の生き字引的なおじいさん犬、スコブルブル。スコブルブルの趣味は俳句を読んだりダジャレを考えたりすることなんです。皆さん、スカイツリー公式キャラクターのソラカラちゃん、てっぺんぺん、スコブルブルと皆さん仲良くしてください。それじゃ。